武装僧とは、東京都町田市にある白洲、二郎、雅子夫妻の旧邸宅。現在は、旧白邸、武装僧として、記念館、資料館となり一般公開されている。館長は、白洲夫妻の長女、牧山恵子。武装僧の名の由来は、白洲、二郎のユーモアから、武蔵の国と相模の国の境に位置することと、不愛想をかけたもの。 敷地面積約2000坪。武装層の歴史は1942年10月、白須夫妻が当時の東京府南多摩郡、鶴川村に農家を購入したことに始まる。その数年前から、白須夫妻は、戦況の悪化による空襲や食糧難を予測して、農地のついた郊外の家を探しており、当時の使用人の親戚が鶴川村で駐在をしていた縁で購入した。 当時の二郎は日本水産、帝国水産統制株式会社役員であったが、職をすべて投げ打ち、退職金を注ぎ込んで購入した。内部は荒れていたため当初は、東京市新宿区水道町にあった自宅から通い、ゆっくり修理すれば良いと考えていたが、戦況の悪化に伴い1943年5月に、正式に転居。自給自足の農民生活を始める。 二郎四41歳、政子三33歳だった。水田と畑があり、以後の二郎は終戦までもっぱら農作業に勤しんだ。当時から二郎はカントリージェントルマンを自称。あえて中央の清掃や喧騒から距離を置き、地方に在住しつつ、中央の情勢に目を光らせるという英国貴族の考え方で、これはケンブリッジ大学留学時代の学友で、 生涯の親友である、七世、ストラトフォード伯爵、ロバートセシュルビンブの影響が大きいと言われている。1943年、戦火を免れるため梅若流の能面、衣装など、先祖伝来の品を預かる。1945年から2年間、東京大空襲で焼け出された、川上哲太郎夫妻と同居。以後も、信仰を深める。子は、 このことをきっかけに、青山二郎や小林秀夫と知り合う。政子は、武装層での暮らしを、鶴川日記に描いている。自伝書鶴川日記というタイトルで、読売新聞1978年7月からに、ヶ月連載したものがまとめられ、1979年に出版されている。敗戦後、二郎は、吉田茂の妖精で、 終戦連絡中央事務局の参与に就任して、GHQ との交渉や日本国憲法制定、通商産業省設立に尽力し、政界引退後は、東北電力会長などを歴任。政子は、青山二郎や小林秀夫との交流を通じて、骨頭、随筆家として活躍するが、夫妻とも亡くなるまで、武装層を住まいとした。1985年に、 二郎が、1998年に、政子が死去。2001年10月より記年間、資料館として一般公開。2002年11月、町出し指定史跡に指定される。かやぶき屋根の母や苗屋な,など、ほぼ全域が公開されており、二郎、政子の書斎や、家族の居間、家具や、持ち物、写真類、二郎手製の調度品や実際に使った、 農器具などが展示されている。二郎雅子関連書籍や記念品の販売もあり、喫茶や、弁当類の予約も可能。ABCDEF、随筆家、シラス、雅子町田市民文学館言葉ランド編集、発行、2010ピアニッシも、8から 9AB、ルルブ町田市、JTB パブリッシング、2008ピアニッシも、84から85、 武装荘の遠隔。旧知らす帝武装荘。2020年12月29日閲覧。年譜。旧知らす帝武装荘。2020年12月29日閲覧。ご挨拶。旧知らす帝武装荘。2020年12月29日閲覧。町田市の文化財一覧。町田市。2020年12月29日閲覧。 ありがとうございます。